部分よりもこう自分たちのこうやるべきところっていうのに集中して茨城はやってくると思いますので、はいはい、お互いに最初のオフェンスは得点に結びつけています。さあ久保田が運びます。三田に田島がぴったりとマーク。自ら行く。おバスケットカウント。チームキャプテンを務めます。三田というと僕のダブルキャプテン性を引いているというこの京都です。サイドとタブスコット注目のマッチアップ。3を打ってきました。そして水野からもう一度外か。シュートフに入った。ショットクロック短くなってスリーポイント決まりました。ボール人間がよく回っています京都。ディアロしっかりとボールを沈めてきました。いや素晴らしいディフェンスでした。ロッキーフィール。ト中村に預ける。ボールにちょっとあこれは本当にもったいないターンオーバーですね。今度は京都ユーロステル2点、そして今のバスケットカウントプレーで、プラス2点もしくはフリースロー入れられてプラス3点、合計最大インサイドクラットビッグボールこぼれた。シュートまではいけませんでした。来ました。突き放しどころインサイドうまいプレーだ。ディアロ今スリッププレーですかね。非常にここまでは僅差となっているゲームです。このパス通った久保田からディアロへ。ワンポゼッション差リードは京都です。ライトスリーポイント来ました。ウィトフとジェイコブセンです。水野に対しては田島がついてライトのスリーポイント振り向きざまでしたが、いやライトも来てますね。すごいですね。もう水野走る走るパスを送って外振っていくバウンスパスもう一回水野。いや今のオフェンス京都見事でしたね。よかったですね。エンドインバウンズは京都ボール。ライト入ってきてすぐさま決めました。ちょっと単純すぎましたね。今のは単純なバックアウトにやられてしまいました、はい、茨城いい出だしですよね。あのケネディのところでビッグスリービッグラインナップを使って、一発目デザインされたプレーで、スリーポイント取りました。14秒京都ボールです。走り込んできてインサイド久保田ディアロのシュート。いろんな選択肢がある中でもう一本打ってきたケネディでした。今度はユトフがケネディをかわす。お互いファールはなし。オフェンスファール15得点というトーマス・ケネディです。ならばユトフ。おここはディアロに預けた。いやディフェンスがちょっと収まっすぎましたね。セーフティーであったりとかハリバックもう基本的なところですよね、はい、そこをしっかり、やっていかないとこう